メゾンは提携した美容室でシャンプーブロー、ヘアケアが通い放題になる美容定額アプリである。厳選した美容室にどこでも通えるをキャッチコピーとしており、どこの美容院に行っても満足を提供できるように、メゾンの審査委員による覆面審査によって、提携美容室のサービス品質を維持している。14項目の基準を通過した質の高い美容室のみを掲載しており、1年で東名阪で190店舗の厳選美容室が掲載されている。株式会社Jocyによって運営されている。美容経済新聞によると、開始1ヶ月で会員数が1000人を突破するなど順調な滑り出しを見せていて、リリース1年経たずに、目覚ましテレビ、週刊ダイヤモンド、WWD JAPAN、YahooNews、LINE Newsなどでも注目の月額定額アプリとして取り上げられている。提携美容室の中から当日の予定や目的に応じて好きな美容室をどこでも選ぶことができるというのがサービスの特徴である。美容室だけでなくスタイリストも選択できるため、一つの美容室だけでは成し得ない利便性と選択性を提供している。新しい美容室を選択する際は、シャンプーブロー、ヘアケアからでも通い始めることができるため、比較的敷居が低く、自分に合ったお気に入りの美容室、お気に入りのスタイリストを見つけやすい。このシステムが顧客満足度向上につながっている。複数の美容室でのサービスを定額で受けることができるという美容室の選び方を変える今までになかったサービスである。アフロートジャパン、エアグループ、K2 等の有名店をはじめとして100社以上の店舗が参画している。厳選された美容室のみと提携するという指針のため、これらの美容室はすべてメゾンによる厳選審査を通過している。現在東京を中心としてサービス提供を行っており、東名阪と沖縄では利用可能である。今後は、北日本、東日本、西日本にもサービスを展開する準備を行っている。会社の概要ページには、社名の由来が紹介されている。社名、Jocyは女子を意味している。また、固定観念や常識にとらわれず、何歳になったとしても、自分の生き方を自分で作る世界になってほしい。という願いが込められている。既存の誰かが決めたレールに乗るのでなく、レールを、自らの手で作っていってほしい。また、一人でも多くの女性が自分の生き方を自分で決められる世界を作るという願いがある。テレビの露出、2月6日放送の目覚ましテレビのここ庁にて紹介された。ありがとうございます。